ドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。 どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。お願いします。お願いします。さてと、はい、暑いね。暑いですね。暑いですよ、ね。ティモンディの高岸が、うん、ついに、はい、プロ野球選手になりまして、あの独立リーグ栃木のね、うん、チーム入りまして、この間先発ピッチャーとして、はい、投げて2回 KO、うん、まあ KO というかまあまあ、3失点かな。まあまあそうかっていうね、うん。いや、そりゃさ、あいつ今だからもう29ぐらいでしょ、30近いでしょ、うん、本格的に野球をやめてから10年ぐらい経ってんだよ、うん。そりゃよく入ったなと思ってね、その独立リーグ。まあね、うん、向こうは1000球ですからね。まあ練習もたまにしかできてないわけですよ。そうそうそう、それはそれで通用しちゃったら、そりゃね、うん、あっちもそうだよ、それはどうなってなくなるわけだし、うん。で、高岸が栃木のチームで、対戦相手が埼玉のベアーズって、うん、まあ、我々、ポンヤリールでね、うん、あの、始球式やらせてもらった、南三陸町の球場で、うん、あの、元楽天イーグルスの片山投手が、はい、まあ、ヘッドコーチ、うん、兼選手のね、はい、で、その、埼玉のチームには、フェルナンドもいたりとか、うん、あと、それこそ、吉則投手。吉野里がいるチーム。はい。みんな結構楽天のね、元楽天の選手がいっぱいいる、あの、チームで。で、試合前日にですね、うん、その片山ヘッドコーチに僕連絡しまして、あの、明日高岸お願いしますね、っていう話して。じゃあ、ホームラン打ってきますよ、みたいな。まあ、彼は、イーグルスはピッチャーでしたけど、名門、報徳学園の、4番でもありますからね、もともとね。みんなね、うん、エースで4番だったりするから、ね。そう。バッティングもすごいんですよね。すごいのよ。うん、192センチの110キロありますから、うん、でかいわけ。うん、まあ、高岸もでかいけど、うん、ちょっとね、もう一個上のレベルでやってきた人ですからね。そりゃそうですよ。それはもう。まあ、だからちょっと洗礼を浴びた形になるのかな。でしょうね、多少ね。ホームランも打たれたと。ホームランも打たれたみたいですしね。いいんじゃないですか。だからこれで、うん、まあ、本人もね、うん、ちょっと熱が入るかもしれないし、はいはいはい、それはその相手チームだって、うん、ね、高岸が出ることで見る人も増えるから、ここで活躍すればっていう、ね、そうことにもなりますし、うん、いいようには、ね、全体的に回るんじゃないかな、ね。そう。ね。でも、あの選手ここにいるんだ、みたいなのもあるだろうし。そうそう。あの、ムネリンがいますからね。ムネリン？ムネリン。川崎ムネリン。あ、そうなの？高岸のチームにね。で、ショートも持ってますから。あ、そう。ムネリンが。そうですよ。すごいですね。すごいよ、ね。そうそうたるメンバーが、うん。元メジャーリーガーとかね。いっぱいいますから。まあまあ、だからこっからギアを上げていけばいいんじゃないですか。まあ、どこまでできんのかなっていう感じじゃないですかね。まあ、芸人の中では相当なアスリートですけど。まあね。まあ、独立リーグって言ってもプロ野球選手ですからね。前にだから、サブロクの宗介さんも、うんうん、あ、そうそう。やってたよね。愛媛のね。うん。あの時はどうだったんだ、ある程度通用したんだな。あんまりしなかったんじゃない、あんまりしなかった。あんまりしなかったんじゃないかな。でもなんかね、夢が叶うじゃないですけど、そうそう、ちょっとそういうとこで戦えたっていうのはね、うん、うん、人生においてはいいこと、ね。財産ですね。なんか、やっぱり高岸が投げるっていうことで、うん、お客さんもすごい入ってたし、うん、そういう意味ではね、すごく、ね、良かったんじゃないですか。活性化してね。だからやっぱり、最初というか、うん、そういう話題性みたいのも、うん、ね、絶対あった方がいいし。そう。いや、素晴らしいですよ。そっからまたね、NPB 目指すこともできるわけですから。まあね、プロ野球、うん、もう NPB 目指してる人しかいないからね。うん、復帰とかね、うんうん。
まあこれからのまた高岸を期待しましょうよ。そうですね。いや応援行きたくてさ、うん、それでなんか俺ら始球式とかやらせてもらったらまたいいよね、お客さんも入るだろうし、まあね、うん、うん、ちょっとチャンスをね。そうですね、うん、チャンスを期待します。まあそっか、だから岩村さんのチームね、福島の、はい、福島ホープス、うん、でね、富澤が始球式やりましたけど、はい、あそこと同じリーグでしょ、多分。多分そうですね。やるのかな、当たることもあるのかね。どうなんだろうね。うん、その仕組みがあんまりよくわかんないんですけど。どうなんだろう、あそことやったりする。まあ近いしな、栃木、福島、うん、埼玉とね、うん。四国アイランドリーグとはまた別だからな。ああ、そうか。独立リーグって多分何個かあるんだよ。あ、別なんだ。そうそう。四国アイランドリーグはもう四国4県でやってるから。そうか。そう。でもそこからプロ野球選手になった人もいっぱいいるしね。もしかしたらだから交流戦とかあるかもしれないですね。そうそうそう、そう、ね。あと、プロ野球の二軍戦とかね、この間やってたよね。出るから。うん、まあまあ、ちょっとね、これを機会に注目してみては。うん、いや、面白いと思う。いかがでしょうかっていうね。片山さんも、いや、応援しに来てくださいよ、サンドさんで、とか言って。うん、言ってたから、うんうん、まあそれこそ吉典とか投げる時とかね、うん、行ったらいいよね。ね、うん、さてさて、はい、メールがまたね、うん、山ほどあって。すごいな、そのメールの数。この量が大変ですけど。はい、伊達さん、富澤さん、はじめまして、はい。福島市出身、横浜市在住のミオと申します。あら、どうも。人生で初めてラジオにメールを送ります。あら、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私も主人もお二人のことが大好きで、ラジオもいつもグレープカンパニー公式 YouTube で楽しく拝聴しております。ありがとうございます。6月28日放送の回で伊達さんが、うん、移動販売をやりたいとおっしゃっていたのを聞きました。はいはい。実は私、移動販売をやっております。マジで？自分の故郷福島県の特産品やお野菜を販売しております。ほう。コンセプトは走るアンテナショップ。お客様と福島との架け橋になりたいと考え、昨年2021年8月に起業し、去年、12月に初出店を迎え、7ヶ月が経ったところです。福島市の桃農家さんが作ってる桃ジャム、いわき市の老舗のお漬物長久保でいいのかな、うん、のしそ巻き、はい、相馬市松川浦の青さのり、会津の赤べこグッズなど、うん、お野菜は無農薬で旬のものを少しずつですが販売しています、うん。今はテーブルがあるガレージをお借りして、そこに商品を並べています。はぁ。車は自分で陳列棚を設置しようと試行錯誤中。うん、出店場所もどんどん拡大しないといけない状況。うん、仕入れも販売も事務作業もすべてが初めて。はい、手探りで、迷ったり悩んだりしていますが、うん、とてもやりがいのある幸せな仕事をさせてもらってます。先日福島市ではヨークベニマルが移動販売を始めたというニュースがありました。そうなんだ。伊達さんがおっしゃる通り、移動販売は販売だけでなく、地域の子供や高齢者の見守り隊になったり、うん、お客様と世間話をする、なんていうのかな、お茶どころ、うん、うん。のようになったり、うん、いろいろな役割をしています。うん、実際、今の私もまだ7ヶ月にもかかわらず、出店先の地域の子供たちが集まってきて、うん、開店準備を手伝ってくれたり、福島のことを聞かれたり、はあ、地域のおばあさんがふらっと来て、世間話をしたら、じゃあね、と帰られることが多々あります、うん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 。そんな日々を過ごしていると、これからの日本に大きな役割を担う仕事の一つとなっていくのだろうと思います。はあ、伊達さんが移動販売を始められたら、そこできっとたくさんの笑顔が咲いて、人と人とが繋がって、日本が元気になると思います。はあ、ぜひ、富澤さんもご一緒に移動販売やられてください。そしていつかお二人とコラボや東北のマルシェを開催できるように私も一生懸命に活動してまいります。お伝えしたい思いはまだまだたくさんあるんですが、うん、長くなってしまうのでこの辺りで失礼します。うん、まあまあ、ありがとうございました。いやー、やってる方か。ね、写真もこう、ありますよ。わー、ほんとだ。自分でね、松川浦、こう、棚を作って、商品陳列したりっていう写真ですけども。わあ、なんか俺らの写真もあるね、これ。ほんと？うん。わあ、そうなんだ。まあ、桃のジャムうまそう。まだ7ヶ月だけど、うん。そんな状況ですっていうやりがいはありますと。なるほどね。うん、
いや、いいと思うんだよな。そっか、欲弁にまでやりだしたか。これ俺らの写真。うん、なるほど。そうなんだよな。その母体がしっかりしてると、特に展開もできるし、ね、資金もあるからね。うん、まあちょっとね、この方にとってはライバルになってしまうのかもしれないですけども、うん、まあでもちょっと特産品だからまた、またね、うん、経路が違うのかな。なんか、なんだろう、本当架け橋になるようなね。うん、へぇ、あ、わざわざありがとうございます。ねえ、こんなんね。ぜひやってくださいという。いや、いいなぁと思ってね。うん、ラジオネームはるかさん。はい、どうも。7月18日の放送の回で福島での観光や東日本大震災関連の写真洗浄、うん、についてのメール読んでいただきありがとうございます。まあ、こちらこそ。私自身はボランティアとして一部の作業に参加して、させていただいたのみで、写真などの返却そのものをしたことがあるわけではなく恐縮ですが、うん、福島県での写真や思い出の品の返却について関係者の方や各施設から教えていただいた情報をお伝えさせてください。はい、あら津波でね、うん、あの写真が流されていろんなとこ行っちゃってっていうね、うん、それが、洗って戻すっていうことですよね。うん、はいはい、福島県の南相馬市やいわき市では写真や思い出の品の返却が、相馬市では写真の返却が今でも続いています。うん、相馬市では、相馬市伝承鎮魂記念館に写真が展示されており、うん、写真を探したり受け取ったりでき、うん、南相馬市では南相馬市役所の生活環境課のパソコンで、全てではありませんが、写真や思い出の品をデータから探すことができるとのことです。また、いわき市だと現在、いわき震災伝承未来館に津波に遺留品が保管されていますが、うん、保管は年内をめどにと考えているそうです。8月11日から17日、うん、もう終わっとるか、それ、うん、いわき市立鹿島でいいのかな、うん、鹿島ね。公民館大講堂にて、津波遺留品の展示や返還を行う予定。はぁ。問い合わせ先は、いわき震災伝承未来館とのことです。ちょっともう、オンエア的には終わっちゃう。これ、あと1日かな。うん、あるかな。17日までしょ。うん、うん、写真や思い出の品、津波遺留品は、それらが見つかった市で保管されているため、うん、当時住んでいらっしゃった場所と別のところに保管されていたり。そっか、流されてるからね。データ上でも別の地区に分類されているかもしれません。はぁ。ね、それぞれの呼び方をそのまま書いているため、思い出の品と津波遺留品など表記に揺れがありますが、ご容赦ください。うん、なるほどね、そうか。違う地区に行っちゃってる。完全に流されちゃってるからね。なんのか。うん、それは難しいね。難しいな。だから、当時住んでた人たちが、うん、あの本当にその情報を聞いて、うん、自分の写真じゃないかもしれないけど行ってみようっつって、ちょっと知り合いの人写ってたりしたらさ、あの、せっかく綺麗に洗浄してくれてるわけだから、うん、あの、うん、なんとかして渡しますっつって、受け取るのもありだよね。うん、まあ教えてあげてもいいしね、うん。そうか。まあそういうとこあったらちょっと見てみた方が、うん、もったいないよね、せっかく。もしかしたら知り合いだったら自分のが、うん、あるかもしれないから、違う地区でもね。だって俺らもあの仙台の、それこそな、写真のとこ行ったけど、うん、山ほどあったもんね、うん。これ手元に届くのかなっていうぐらい、うん、本当にすごい数あったから。これも、だからね、保管も期間があるから、うん、今のうちにね。そうね。だからそれこそ、これはどうなんだろうね。その生活環境課のパソコンで調べられる。うん、あ、パソコンで見れるの？その、南相馬市役所の、相馬市はね、うんうん、生活環境課のパソコンで全てではありませんが、あ、なるほど、写真や思い出の品をデータから探すことができる。これはいいよね。そうだな。これやってもらえたら、うん、遠くからでもね、そう、データ化してくれるとなぁ、助かるけど、なかなか大変だけどなぁ、一個一個取り込むの。まあ、やっぱ物が、写真欲しいんじゃないのかな。ちょっとね、ぜひこれは、行ってほしいなと。と心当たりある方はね、ぜひ行ってほしいね。ね、ボランティアの人一生懸命やってくれてるから。まだね、やってますから、こういうこともね。思考日本史さん。はい、どうも。サンドの二人、こんばんは。こんばんは。7月26日の放送でお二人が東北大学の話をされていましたが、うん、
三重の私の高校の同級生も東北大学に行った人は多いですね、うん、といっても 7,8 人ぐらいなので東北地方の進学校に比べたら少ないものですが、うん、東海地方の進学校ではかなり多いと思います。特に理系が人気で工学部、理学部、薬学部に多く進学しています、うん、中には工学部を卒業して研究者になった同級生もいます。キャンパスも仙台の市街地に近いですが、自然豊かで広くて過ごしやすいところですよね。いいんだよな、いいような環境、うん、僕は高2で東大を諦め、うん、北大を目指して落ちて、うん、一浪して某国立大学に進学しましたが、うん、東北大学のキャンパスライフも憧れますね、うん、今高3の担任をしていて、うん、残念ながら東北大志望者はいませんが、うん、今後受け持つ生徒で東北大を考えていたら強く推したいと思います。VS、はい、PS ね。メールを読まれたのはおそらく半年ぶりぐらいじゃないかと思うんですが、ラジオネームが読まれた瞬間、伊達ちゃんが、あ、先生だと言って覚えてくれたたんだと興奮してしまいました。いや、覚えてますよ。ではまたってね。もうね、しょっちゅうメールくれてますけど ね、うん。東北大学ね。トッペイね。確かに。まあまあ、戦勝も近かったですけど、うん。自然豊かで街も近くてね。いや、最高だよ。いい場所ですよ。本当にあの川内キャンパスね。うん、すごい羨ましかったわ。ウサギとかも出てきますしね。そうそうそう。うん、ドン君いるしね。馬のドン君ね。もういるのかな、まだ。もういるから。僕ら高校時代の時に馬いましたけど。そうそうそう。常磐のね。うん。星欲しいよ。はい、どうも。お二人がこのラジオでもぼやいている帰れマンデーのマスクで思い出したことがあります。はい。これから始まる甲子園の応援席のマスクも苦しいと思います。うん、そうだね。地方予選でも応援席で踊っているチアダンスの生徒たちがマスクをしているのをたびたび見かけます。はい。ただでさえ暑い甲子園なので、うん、チアダンスの生徒だけでも外してあげられないものかと思います。うん。早くマスクなしで生活できる日を願っております。うん、本当だね。なんかでも外してるチームもあるけどね。チアリーダーとかはね。まあね。うん。いや、もう熱中症になるから。うん。危ないから、それ。コロナも大変だけど、それ以上にさ、うん。ぶっ倒れちゃうからね。ね。違う病気になりそう。そんな中はマスクして踊ってたらぶっ倒れますね。いや、本当に。うん。ね。右肩メロンさん。はい。帰れマンデーのマスク問題深刻ですね。一視聴者としてはロケは街中ではやらないし、うん、ゲストさんとの距離感、距離空ければ、はい別にマスクなくてもいいと思うんですけど、うん、それこそトミーに伊達ちゃんがあんな汗だくなのにマスクつけてて酸欠になったらどうするんだとクレームを入れましょうか。うまだまだ暑い時期が続きますが、どうかお体大事にしてください。うん、ありがとうございます。うん、これもマスクですね。いやー、まあ最近、ここ最近ね、ちょっと涼しいところで、帰れマンデーのロケもやらせてもらってますけど、うん、確かにね、あの、酷暑の中、マスクは考えられないね。なかなかですよね。やっぱベットベトになりますし、そっちに気持ち悪い。空気が入ってこないから。そう。まあ、もうトレーニングですよね。俺、もともと好きじゃないからな、マスクな、うん、メガネ。もう、ビッグザ・ブドウさん。はい、どうも。関西テレビのグレープカンパニー徹底解剖スペシャルを TVer で拝見しました。はい。チームワークの連携の良さに感服し、事務所の異端児と言われている長野さんの後輩を思うトーク回しに感動しました。また笑い位置での楽しいトークを期待していますので、その日を楽しみに過ごしたいと。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ。大阪の番組かな？そうですね。見た？この間のやつかな？すごかったです。あの、ナルオが活躍してたやつ。白木さん、ランジャ、新一さん、長野さんで、ナルオさんがいたんですけど、ナルオさんが全部中心になりました。中心？中心になる。あ、中心。はい、中心東野さんだよ。東野さんがやられてる、まあ古くからあるバラエティーなんですけど。マルコポロリじゃない？あ、マルコポロリ。あ、マルコポロリね。やっぱ東野さんがうまいことやっぱりねやってくれてました、ね、なるほど、うん、さすがですね。まあ基本的にまあ仲いい事務所ではあると思うんだよね。まあね、うん、ただそんなにみんななかなか合わなかったりするので。合わないな、うん、たまに集まれるとね嬉しいですけどもね、うん、星々しいよっさん、はい先日放送のアメトーク、うん、グルメ漫画サミットを拝見させていただきました。生き生きと話す伊達さんが可愛くも愛おしくも見えました。今更ながらにクッキングパパの魅力はどこだと思いますか、うん、また登場する料理の中でおすすめはありますか。もうあクッキングパパで、うん、クッキングパパはもう本当に俺の中で
実写化してるからね、あ、もう頭の中でね。福岡に行けば、荒岩さんがいると思ってますから。現実だと思ってる。現実だと思ってるんで。実写もあるよね。実写もある。山口さんがやってたのかな。グッサンが。そうそうそう。確かやってたと思いますけどもね。まあ、本当にアットホームっていうか、なんかほのぼのするグルメ漫画なのかな。よく言うのは、これみんな読めば戦争なくなるっていう、ね。いや、本当そうですよ。伊達さんが言ってます、ね。うん。本当に平和になると思う。そういう漫画ですね。大事です。すごいよね。あれだけ毎回エピソードがあって、料理が。いや、本当に。それに。ねえ、上山先生。すごいなって。すごいと思う。何巻まで今162巻。毎週上そうだよ。いや、すごい。いや、すごいと思う、本当に。毎週だもん。グルメ漫画で一番長いでしょうね、続いてるのね。おすすめの料理。おすすめの料理？クッキングパパの中で出てきた。ね、なんだろう。いやー、いっぱいあるけど、俺が実際作ったっていうのは、あのね、料理名は忘れちゃったんだけど、大根でフライを作るの。要するに、とんかつはお肉を使って、お肉に小麦粉を、パン粉、卵、ね、だけど、そのお肉を大根の、大根にするの。え？そう。大根のフライってこと？そう。で、それで、ヘルシー揚げ物っつって。もう油で揚げてるから結局油を吸うんだけど。あんな、だって水っぽいものを、ほんま、揚げれんの？揚げれんの。へぇ、それは、うち神さん作ってくれてるの。うまい。うまいって。へぇ、うん。ちょっとね、どこ、何巻のどこまではわからないと思いますけど。そう、その大根をエビの形にして、エビフライみたいにしたりとか、とんかつの形にしたりとか。まあ、なんかダイエット中とか揚げ物食べたい時はいいのかも。いや、いいと思うよ。ねえ。ちょっとぜひね、作ってみてください。大塩平八郎さん。はい、どうも。誰が富澤くん、こんばんは。10万円でできるかな、仙台思い出グルメ旅見ましたよ。ああ、ありがとうございます。これで仙台周辺もキスマイフット2の聖地となりましたね。うん。俺らし族の方には、ぜひ荒浜小学校に足を運んでいただきたい。はい、あと、定義さんには、仙台駅から路線バスで1時間半ほどかかりましたので、時間に余裕を持ってお越しくださいね。ちなみにキスマイフット2ファンの方は、俺らし族。またはキスタンというらしいです。なんかね、すごい混んでたらしいよ、海苔うどんも。ああ、紹介したお店はね、あの東松島の萩のりさんも、開店前からお客さんが並んだりとか、ね、あとひょうたん揚げ、あれも結構並んだりとか、ヒカルのお店もね、ヒカルのお店もポテサラ完売したりとかね、ロワイヤルテラスの生パイも1日500個売れたりとか。あと今、あの、仙台サンドが手に入らない。あ、そうなの？そうそうそう。はあ。すごい影響力。すごいね、キスマイの影響力。ファンの方がね、行ってくれたり、買ってくれたりしてるのかもしれないですね。そう、俺、萩の井のね、大森親方に電話して、いや、ロケお世話になりましたってしたら、いや、なんだか若い女の子たちいっぱい来て、あの、玉森くん座ってたとこどこですかつって、そこ見してくださいつって、俺、顔と名前一致しねえからさ、ここら辺じゃねえすかってみんなに案内したりしてるらしい。やっぱ来るんだね。そうそうそう。キスマイが食べた部屋で、海苔うどん食べたいとかね。で、あそこ結構大広間だから、なかなかその通せないらしい。一人二人じゃちょっとね。そうそうそう。この座布団ですかねとか言って、そういうのがあるらしい。ファンってそういうもんなんですね。うん。で、海苔うどんの海苔の乾麺も売り切れみたいですよ。ああ、よかったですね。うん。ブルーインパルスとか行ってくれてんのかね。ああ、ブルーとかな。ね、感動するもんね。ねはい。また行ってみてください、今度ね。はい、じゃあ行きましょう。はい、横浜の偽善者さん。ないと思う。伊達さん、富澤さん、スタッフの皆様、はじめまして、お疲れ様です。ありがとうございます。7月26日オンエアの番組を、YouTube 8月2日公開の番組を聞いてて、はい、興奮して横浜からメッセージを送らせてもらいました。私、6年前まで番組で取り上げていた、マルセイ果樹園さんの近くの鉄道で運転などをしていた、今も子供たちが近くに住み、はい、
飯坂の小中学校に通っていますね。へえ。ぜひまたお越しになった際は飯坂の街も散策してみてください。はい。8月1日放送の10万円でできるかな3時間スペシャル見ました。ありがとうございます。やっぱり定規如来の三角揚げ取り上げてくださいましたね、うん、私の初仙台観光の場所だけあって、あ、そうなんだ。とても思い入れのある場所でもあるので、うん、取り上げてくれるはずと思ってても実際に放送されると嬉しかったです。うん。何を言いたいのか興奮してて意味不明になってしまって申し訳ございません。いいえ、わかりますよ。確かによくわからないです。わかる。まだまだ暑い季節が続きますが、うん、お体ご自愛くださいませ。ありがとうございます、ね、自分の思い出の場所でも。そっかそっか、マルセイさんね。うん。飯坂温泉って暑いんだよね、ロケで行って。あ、暑いイメージ。暑っつってね、東武魂 TV かなんかで行ったね。そう、めちゃくちゃ暑いんだよ、飯坂温泉。いい温泉だけどな。ラジウム卵、そう、ラジウム卵発祥っていうか、うん、そうね、よく覚えてた。うん、うん、また行きましょう、あの辺もね。ね、うん。そうね、福島もね、結構紹介してあげたいですよね。そうそうそう。っていう感じでしょうか、今日は。そうですね。まだまだありますね、はい、またね。メールがね。読みます。来週もメールデイですね。はい。はい、しばらくメールデイですよ。はい。うん、ということで、はい、また来週でーす。さよなら。さよなら、サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオや